あなたは誰なの？あなたは誰なの？哀愁哀愁漂わせた巨大な怪獣、最終的にどうなるかなんて知ったこっちゃねえ。来週になれば忘れてるんだろうな。本当が分からなくなったって、相当昔そんな力はなくなってる。妄想だとしか思えないと言われても、もうそうだとしか思えないもんな。回収されることのない伏線、まるで膨らんだ風船、全貌が見えなくなるほど変容、偶然ではなく必然、割れて汚いゴミになった、傷ついて手に入れた免罪符、全員が持ってる権利、鋭利な言葉で軽視されるものへ、霊障とともに石を投げよう。あなたは誰なの？あなたは誰なの？あなたは誰なの？あなたは。傍観を決め込んでる奴らへ、そっからの眺めは壮観だろうな。もう散々な目にあって降参寸前、どう考えてもおかしくなってるものがある。それは正義、立つ場所を正義と定めるために悪を定義した純粋な正義、簡単に平気に振り落とされるハンマー、それはさながら歴史に残る名詞。I'm not alone.